ネバラジ。皆さんこんにちは。ここからは福島大学学生ジャーナリストチームがお送りする芽生えの種、通称芽生ラジのお時間です。今回のお相手は2年の大谷と1年の広田の2人です。この番組は私たち福島大学学生ジャーナリストが学内外のコミュニケーションの推進を目的に、学内のさまざまな人、団体、組織を紹介していくラジオ番組です。15分という短い時間ではありますが、ぜひ最後までお付き合いください。ということで始まったんですけど、はい、僕ちょっと喉風邪をひきましてですね、ちょっと鼻声とかになって聞きづらいかもしれないんですけど、いやラジオっていう、ね、ラジオを撮る直前に風邪をひくという本当にね、はい、最近寒くなってきたので、いやそうですね、急に寒くてなくなってきますからね。毎日天気予報とかチェックして、皆さんも風邪をひかないように、僕のようにひかないようにね、気をつけてください、はい、というところで、あの天気予報を毎日チェックしてするといえば、はい、ニュースも欠かさずチェックしてるんですけど、はいはい、SDGs って最近よく聞きますよね。そうですね、あちらこちらで、あちらこちらで。ひろたくん全部言えますか？うん、絶対に無理です。言える人いるんですかね。逆に聞きたくなるんですけど、その中にあの、はい、キーワードで多様性という言葉が出てくるんですけど、はい、今回はその多様性をテーマにお話を伺っていくんです。はいはい、あ、それでは今回のゲストの紹介です、今回は福島大学虹色サークルの方に来ていただきました。今回は活動などについてね、いろいろお話を伺っていこうと思います。この番組ではリスナーの皆さんからの番組への質問や感想、ゲストのリクエストなどを Google フォームにて募集しています。この画面に出ている QR コード、もしくは学生ジャーナリストの Twitter アカウントに記載のリンクからフォームにアクセスして記入することができます。 YouTube でお聞きの方は概要欄にあるリンクから記入することもできます。またネバラジの最新情報は Twitter ハッシュタグネバラジで検索してみてください。学生ジャーナリストの Instagram のフォローもよろしくお願いします。ネバラジ。それでは今回のゲストの紹介です。今回は福島大学虹色サークルの菅原さんと滝さんです。それでは自己紹介お願いします。はい、では皆様はじめまして、福島大学虹色サークル代表の福島大学現代教養コース4年の菅原秀也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく福島大学虹色サークル副代表を務めております、職能学理3年の滝と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではね、早速お話を伺っていきたいと思うんですけど、はいはい、現在、虹色サークルさん何名で活動されているんですかね。はい、弊サークル現在20名程度で活動をしています。なるほど。僕らや学生ジャーナリストチームもだいたいそれぐらいですけど、まあ、そうですね、確か他の班と合わせるともっと多くなるんですけど、我々放送を専門にやってる人は十数名なので、そうですね、もっと欲しいなって思いますが、虹色サークルの創立がかなり最近っていうお話を伺ったんですが、そのきっかけっていうのはどんな経緯で設立されたんでしょうか。はい、虹色サークルが成立されて、今でちょうど2年少しを経った時期になってきていて、きっかけとしては、うん、私たちの大学福島大学の中でもやはり、LGBT 当事者と言われている、性別に対してだとか性的指向について少し悩みを持っている学生というのが少し、生きづらさを感じているという場面がいくつかあったということもあり、うん、そういった当事者の方々だとか、LGBT について少し関心のあって勉強をしたいだとか、当事者の方と少しお話をしたいという方々が集まれる場所、居場所として虹色サークルを立てました。はい、なるほど。その虹色っていうのはあの LGBT の方たちのシンボルとなる色っていう話が打ち合わせの段階で聞いたんですけど、はい、その名前の由来もやっぱりその虹色が
象徴になっているかなとかあるんでしょうか。はい、そうですね、どうしてもその LGBT っていう風に言ってしまうとそれ以外の当事者の方々もたくさんいらっしゃいますので、その言葉でくくってしまうとそういった方々を排除してしまう可能性があるということもあったので、私たちサークルでは虹色という言葉を使って活動をしています。なるほど。それでは続いてお二人それぞれにお話を聞いていくんですけど、はいはい、サークルに入った経緯とか理由などについてお話を伺って聞きたいんですが、まず菅原さんからお願いします。はい、私がこの、まあ、Hey! サークル虹色サークルに入った理由なんですが、私去年3年生の時に入ったんですが、それまでは自分のセクシュアリティ、今自分はゲイって公表してるんですが、それまでは自分がどんな何のセクシュアルかっていうのがはっきり言ってよく分かんない状態で悩んでいたんですけど、そんな時にまあちょっと同じ学齢の友達に、まあ、虹色サークルっていうサークルがあるんだけど、お前とか悩んでるみたいだし行ってみたらどうだって言われて交流会に参加してみたんですけど、それでまあ居心地が良くて、でまあ自分の居場所にしたいなって思って、まあ、入ったのが理由になります。友達からの鶴の一声でしたね、その時は。そういうことになります、ね、じゃあ続いて滝さんは。はい、そうですね、僕も、代表と同じような理由なんですけれども、僕自身も、大学に入るまでは全くその当事者の方、友達がいたりだとかそういったこともなく、まあ、一人でずっと、まあ、抱えていた問題として思っていたんですけれども、たまたまそのチラシ、虹色サークルというチラシを、見て、あ、当事者の方がここにいるんだと思って、本当に気軽に立ち寄ってみて、で、そこで、まあ、いろんな方と知り合って、こういった活動をするのいいなと思ったので入りました。それでは普段の活動についてお聞きしたいんですけど、普段はどのような活動を基本的にされているんでしょうかね。はい、私たちは基本居場所づくりを目的としているので、交流会や、その LGBTQ+ に関する、やジェンダーに関する知識や時事問題に関する勉強会と、あと依頼があればなんですけど高校生との対談会を主に普段の活動としています。基本的には大学校内で行われているっていう感じですかね。校内で行っていることもありますけど、まあ、去年とかは、はい、去年とかも、まあ、基本オンライン、はい、なるほど、Zoom とかそのミートってアプリを使ったりしてやってましたね、はい、やっぱりコロナウイルスの影響っていうのは大きかったですかね。ですね、やっぱりすごく大きくて、はい、ありがとうございます。じゃあね、そんなたくさん活動されているということですが、その魅力について聞きたいんですが、まず菅原さんからどんな魅力を感じていますかね。魅力ですか。魅力難しいですね。いや、なんか言葉とっていうのもあれ、ざっくりと言うと平和なんですよ、本当に。うちのサークルってなんかもういろんな、まあちょっといろんなって言葉を使うのもよろしくないかもしれないですけど、はい、その基本的にはいろんな考えを持ってたり、そのいろんな悩みを持ってる人もいるし、まあいろいろ話したいっていう人たちも多くいるから、それでまあいろんな話ができるし、いろいろ考えを共有できるっていうのが、まあサークルの、まあ、虹色サークルの魅力なのかなっていう感じで考えています。はい、うん、滝さんはどのように感じていらっしゃいますかね。はい、そうですね、僕は、この活動を通じて魅力としては、そうですね、学内の方々もそうなんですけれども、新しく友達を作るきっかけになるだとか、いろんな方々とつながるきっかけにもなりますし、やっぱこの活動を通じて、福島大学外の大学の、同じようなサークルさんと、つながって、そういったことで交友関係が広がるっていうのも一つの魅力かなと思っています。なるほど。続いて、まあ、活動魅力もいっぱいあると思うんです。中には大変なこととかあると思うんですけど、サークルの活動で大変だなと思って感じたこととかありますかね。大変なこといや、なんかなんていうんだろう、まあヘイサークルって、まあ、サークルの規則で、はい、プライバシーの尊重っていうのがあって、まあ、顔出しとか、はい、あんまりしたくない人
しないでほしいっていう人たちもいるし、なるほど、私とかみたいに、はい、こう自分の名前出して自分のセクシュアリティ公表してって、はい、活動している人もいるんですけど、まあ、そのあたりの釣り合いがちょっと照り切れてない部分とかもあるかなっていう、ちょっと不安とかがあるのは大変なことかな、ところかなという感じです。それぞれの方で様々な事情を持っていますからね。はい、そうなんですよ。佐々木さんは何か感じ、その辺で感じていることなどありますか？そうですね、やっぱ大変なこととしては、まあ、先ほど代表も言ったようになかなかその人によってその活動のできる幅というのがすごく多様であって、まあ、前に出てこうやって喋ることもできる、まあ、することをしたいって思う人もいれば、はい、ただ友達作りのため居場所に行きたいからっていう理由であったりとかで、人によってすごく様々で、求めてるものが全然違うっていうのも少し活動していく上で大変だなと感じることはあります。うん、やっぱり大変なこと、我々もね、たまに意見のぶつかり合いとかもありますけれども、はい、大変ですね。そんな虹色サークルにお二人とも入る前と後の考え方で変わったことなどはありますかね？考え方の違いといいますか、その辺についてお話聞きたいんですけど、はい、まず菅原さん、何かありますかね？はい、私があのサークルに入ってから何か変化した考え方っていうか、考え方なのかな、まあ、今までまあ自分一人だけしかゲイとかそういうセクシャルマイノリティの人はあんまり見えなくて、あのメディアとかツイッターとかテレビとか見ればそういう当事者の方も出てきてはいるけど、そういう人もまあ遠い存在でっていうイメージの中で生きてきたので、まあ、こういう虹色サークルみたいなサークルがあって、でまあその当事者の人も身近にたくさんまあいるっていうことが知れたのが、まあ一番安心できた考えなのかな、変化なのかなって感じです。自分だけじゃないって思えたことがプラスにいったって感じですかね。ですね、やっぱ救いになったって感じですね。続いて滝さんはどの考え方の違い、変化とかありましたかね？はい、そうですね、サークルに入ってからですから、サークルに入る前ずっと私はもう自分としてはそのセクシャリティを公表して何かをするっていうこと自体は全く考えていなかったんですけれども、サークルに入ってやはりそういった交流会だとか勉強会を通じて、まあ、当事者の方々もそうですし、やはり世の中にいっぱいまだまだ偏見だとか差別とかが残っているっていうのを知って、なんかやっぱ自分が当事者だからこそできることは何かあるんじゃないのかなっていうふうに考えが変わってきて、なんかもう少し自分にしかできない活動なんかをしてみたいなっていうふうに変わったかなと思います。なるほど。自分にしかできないことっていう話がありましたけど、今後何かやっていきたいなっていうことありますかね？じゃあ滝さんから。はい、そうですね、僕からで。そうですね、今後やっていきたいなと思うこととしては、そうですね、もう僕個人の話になってしまうんですけれども、やはりもうどうしてもやっぱりまだまだ、世の中にはまあ差別だとか偏見だとかどうしてもあってしまうので、やはりそこが僕が当事者として表に立つっていうことに何か意味があるだろうと思って、まあ、そういった活動を大学外に出てもやっていきたいなと思っています。あ、なるほどです。菅原さんは何か今後サークルをどうしていきたいとかありますかね？ちょっとまあこんなことをここで言うのもあれなんですけど、私自身もすぐ代表引退しちゃう身なんで、本当に願望になっちゃうんですけど、まあ、もっとまあ 福島大虹色サークルがそのもっと居場所づくり、そしてまあもっと大学内でも機能していけたらいいなっていうのは、まあちょっと単純すぎるんですけど、はい、願望というか展望、展開の希望ですかね。なるほど、はい、本当にありがとうございます。じゃあ続いてエンディングです。ネバラジ、そろそろお別れの時間となってしまいました。今回のネバラジいかがでしたでしょうか？ということで、翔太くんずっとお話を伺ってきて、はい、なんか感じたことなどありますかね？ですね、やっぱり自分が持ってる LGBT の方々って、やっぱりテレビとか露出してる結構自分の権利を主張したりする強い方々が多かったんですけど、
虹色サークルの方々は、まあ、先ほどおっしゃってた通り平和で結構楽しく居場所づくりという感じだったので、すごい入りやすいというか、玄関が広いじゃないですけど、結構本当にアットホームな感じで活動できてて、本当に自分もちょっと覗いてみようかなと思いました。では菅原さんは今回ラジオに出演してみていかがでしたか。はい、まあ、ちょっと私自身の声とか結構ごわごわだったりして、ちょっと結局苦しい点とかいろいろ伝えきれてない部分あったかもしれないですけど、この、まあ、メバラジさんの方の放送の方でちょっと 福島大学虹色サークルのことをちょっと知る機会になってくれたら嬉しい限りですし、私自身こんな貴重な経験多分人生で今後ないかもしれないんで、そう嬉しい限りです。滝さんはなんか今回収録参加してみて、はい、どうでしたか。そうですね、今回参加させていただいて、こういった形でサークルのことを紹介できる機会というものをまず設けていただいて本当に嬉しい限りだと感じています。でやっぱまだまだこのラジオでは伝えきれないような魅力というものも私たちサークルにはいっぱいありますので、ぜひぜひご興味のある方はご連絡を取っていただければと思います。もう、ね、本当にラジオにね、こちら側としてはね、そう言っていただけるとめちゃめちゃ嬉しい限りでやりがいがありますので、はい、本当に今回は本当にありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。この番組ではリスナーの皆さんからの番組への質問や感想、ゲストのリクエストなどを Google フォームにて募集しています。学内でお聞きの方はこの画面に出ている QR コードから、YouTube でお聞きの方は概要欄にあるリンクから記入することができます。また私たちと一緒に活動してみたいという方も随時募集しております。活動に興味のある方はぜひ同じ Google フォームから問い合わせください。芽生えの種、制作は福島大学学生ジャーナリスト放送班、今週のお相手は大谷と広田と福島大学虹色サークルの菅原と滝でした。それでは皆さん、またお会いしましょう。せーの、バイバーイ。